早稲田大学教育学部の英語を見ていきたいと思います。まあ一番難化したのではないかと言われています。ダブルパッセージなんですよね。多くの人は困ったと思うんですね。さあ、始まりました。もちゃちゃんです。さあ、やってまいりました。早稲田大学教育学部の英語を見ていきたいと思います。2022年、まあ一番難化したのではないかと言われています。まだちょっとね、全ての学部を解いてはいないですし、まだ公開されてもいないので、一部では早稲田社学っていうのがやっぱり文系学部の中では最強、一番難しいと言われていたんですけど、今年は難易度が逆転したんじゃないですかっていう声も来ています。ちょっとまだ社学の問題は公開されていないので、この動画を撮ってる時はなんでわからないんですが、まあ確かに教育学部の問題むずくなりました。まあ傾向も違うし、なんだこれみたいなね、思った人がすごく多かったと思いますね。まあ実際声もいっぱい来ましたよね。動画のコメント欄にも解いてくださいとか、全然違うんですけどっていうのが来てますね。あとはなんか模擬テストが簡単簡単って言うからむずくなったじゃないかって、もさすがにそんな影響力はないと思うんですけど、確かにこれはすごいなと思いますね。増加したし難化した。昨年と比べて大問が1問減ったとはいえ、90分という時間に対して分量を問題量は多い。大問1がダーウィンについての、あのダーウィニズムなんだけど、ダーウィンってまあしょっちゅう出るわけですね。でもダーウィンのその教えによって人種差別とか女性差別にね、関わってくるっていうのはそこまで多くないです。一個も見たことないかって言ったらそんなことはないんですけど、あ、これ出してくるって思ったね。いや、相当難しいと思った、この大問1は。だってさ、単語のレベルがガーンと上がってるじゃないですか。社学かよっていうぐらい上がってるんですよ。まあ、そんなこと言っても問題は大したことねえんじゃねえのと思ったけど、問題もむずいじゃん、これ。で、この問題は、だいぶ難しい。しかもノットがついててね、もうこのせいで苦労したよ。あれこれも正解じゃんみたいになったし。で、大問2が、こう人類学でしょ？トフルっぽいやつでしたけど、どこからが人類なんだみたいですね。この進化の過程で。こっからが人間とかっていう風に、はっきりこう、種を区別するなんていうのはむずいみたいなね。そういう話ですね。で、次、3つ目が、気候に対しての不安。イコアンクザイティとかってやつですよね。で、その不安とその解消方法みたいなね。まあ、一番これが問題は簡単だったかな。設問自体は。ああ、でもむずいね。一番早く終わったけど、でも大変かな。で、最後が多分もうどういうことってダブルパッセージなんですよね。多くの人は困ったと思いますね。アメリカの入学の選考に対しての人種差別に関するもので、これはね、受験生には相当酷ですね。だ、自分はこれ知ってるからないよ。このハーバードの話とかっていうのは知ってるし、このアファーマティブアクションも知ってるから、そんな難しくないんですよ。もうわかるんで。ただなんかもう下線もいっぱいあるし、これどう使うのみたいなね。なんでこれ 1,2,3,4 とか ABC とかいろんな線引かれてて、何なのこれみたいなね。で、これ初見でやるのは難しい。で、ダブルパッセージであり、もう腹立つのがさ、学位に中がついてんだよね。中語、もっとむずい単語いっぱいあるだろみたいなね。まあなんか早稲田理工を意識したのかね、ダブルパッセージみたいになさ、複数文章になってて、で、内容は法学部みたいにさ、法律関係のものも受けてるじゃん。前に弁護士のね、井上さんに出てもらった時にやったんですけど、 B ってこれが対立を表すですけど、法律の文章でよく使うんですよって言ってたけどね、とかも出てて、いやむずいでしょ。だから詳しく見る前に言っちゃうと、いわゆるハーバードとかはこうアジア人の合格者が多いわけですよ。で、いろんな人種を入れなきゃいけないみたいな風にするとですね、差別的に一つの人種が優先されちゃいけないって言って、いろんな人種を入るようにっていう風に枠を作ってしまうと。で、その枠を作っちゃうと、今度は入れる能力があったアジア人の人たち、もう枠がないから入れない、もう突破できる能力があるのに入れないっていう状況になっちゃう。で、これってかなり問題視されてるんですよ。ニュースとかにもしょっちゅう出てきてたんで、だから知ってたんでわかるんだけど、こんなのさ、わかんないでしょ、受験生知らない。しかも初見だしね。じゃあ、さかさか解いていきます。はい。まず、ダーウィンの方ですね。で、パラグラフ1と2の関係は、はい。2が内容を深めてるので、D が正解ですね。だから、B と C はすぐ切れる。逆だっていう風にね。A と D で悩む人がいるって感じかな。で、次は、コンファウンディングですね。だから、コンファウンディング知らんでしょ。当惑させるとかっていうの。まあ、ちなみにね、文章4か3に出てるよ、この単語は。本文中、あ、出てるって思った。マイナスのものだろうなって思って、まあ、C は絶対違うし、B とか切れればいいかなと思いますね。で、次、河川部1がですね、そう、このアフリカンディセンダント、サウスアメリカンナチュラリストとか、そういう
ういろんなね人たちと働いてるくせにダーウィンなんでみたいなね、なんで人種とか性に関してねバイアス持ってんのみたいな話ですよね。で次が、ダーウィンのエボリューションですね。進化に関してどう思ってるかっていうのは、まあサイエンスには OK だったけどプレジュディスかデンジャーみたいなのがあるよっていうですね、これは出たことはあります、かつてこういうトピックで。で次がダーウィンのビューっていうのはディスクリミナトリーです、もう常にディスクリミネーションだって言ってね、はい。で6番が C でダーウィンズアイディアズアバウトメンアンドウィメンディフレクティエラスジェンダーステレオタイプ、このジェンダーステレオタイプとねダーウィンの話ってやつです。で次はノットなんでね、で2つ選んでくださいね、ちゃんと。だからこれが B と D ですね、まあ、C とかはもう絶対合ってるから、まあ、もう A とかさ C はもう絶対じゃん、こんなもんトピックですから。で8番が、ダーウィンっていうのはそうポジティブとネガティブ両方ですね、進化論の方と差別っていうののプラス面とマイナス面両方ですね。で C で誰のビューで書かれたか、それアントロポロジーでしょうね、サイコロジストとかリーガルアクティビストは絶対違うでしょ、ソーシャルサイエンティストも、いやでもそれむずいか。で次がなですね、グレーキ散歩じゃないのはどれ、で C かな、これはね Genetic test to identify racial superiority でしょう、人種のね上あるっていうやつじゃないからね、まあ A とか B は切れるでしょう。で D だといやそんな上下なんかないだからやっぱ C だよね、逆向いてるよね。続いてはい、どっからが人間なのかってことね、進化の過程で。最初が Good luck finding the first baby で答えは C ですね、最初の人間なんていうのは見つけられないっていうね、そういう考えですから C が正解。で次が In the moment、 はいもうまあ後ろにね Nobody would have known って書いてあるからその過去の時間ですよね、 C。 で次が What the heck is up with that kid、 はいまあこれむずいかな、ジョークっていう Humorous flavor とか選ぶのは大変だと思う。でこの Pure apple sauce とかっていうのはもうどうでもよくて、ちゃんと文脈でナンセンスだっていうのはいけます。で Speciesっていうのが作られた時とは違う、コインですよ、ほら言ったじゃん、用語を作るっていうのはとっても大事な単語なんですよ、意味が変わったっていうのは書いてあるからもう選べる。で次がちゃんと分類するっていうことはできないって話だから Rigid classification doesn't reflect dynamic evolution、 その変わっていく流れていく流動的なもので、これがこれこれがこれっていうのは無理ですね。で paragraph 9のものは Early humans and prehumans had different skull features、 これもわかりますね、サイズに関しても言ってたし中の脳に関しても言ってたね。で underline 6と言い換えられない unambiguously っていうのは ambiguous じゃない、はっきりしてる、だからこれは選択肢だけで C が違うよ、あとははっきりとって ABD そうですからね。次並べ替え問題です。なんかね優しさがあるよね、バッチリ正解が分かんなくても答えが分かんない、どういうことかっていうと普通に作っていけば You're never going to find でその後に名詞で with があってさらに名詞になるわけです、ね、だから A human babyWith non-human parents でやっても Find a human baby with non-human parents でやってもどうせ答えは同じになるから Find と With のところだけなんで、だからなんか優しさ、どっちでもいいよって言ってくれてるの。続いてはアーティクルの中身と言えるから、はい Brain size っていうのが大きくなったらそうケアギビングするね、時間が長くなった、これは出てきたことあるかっつってですね、長文で読んだこともあるし TOEFL の勉強でやったこともある、やっぱ背景知識あると強いね。はい、次、イコアンクザイティですね。はい、述べられてないのは P。Taking part in a tree planting problem due to worry about severe deforestation。 B は全然関係ないです。A、C、D はちゃんと書いてあるから、すぐ切れる。で、次、paragraph 5 through 8 の summary は D ですね。不安が出てきちゃって、その不安を下げるように。で、次、空欄 A に入れるのは簡単ですね。自分は available が入るかなって思ってたら、選択肢 unavailable だったね。だから accessible ですね。逆がちゃんと出てるから、a rare privilege っていう逆のヒントがちゃんと出ています。次が、2つ選ぶと。そう、これ2つなんだよ、もう。だから最初さ、B 合ってんなーって思って。あれ ?D も合ってんじゃんと思ったの。2だった。次は、not appropriate ですね。これ C ですね。A とか D はすぐ切れると思うね。で、次の underline 2も B はいけるでしょう。で、BC に入るものは、まあ、後ろの文脈からちゃんと行動を起こすのが大事っていう話が出てるんで、アクショナブルが絶対 C には入ると分かります。B の方が reasonable distress なんで A が正解ですね。次は not ですね。また21から24で入ってないのは B が正解。まあ、このね、belonging っていう単語が出てきて引っかかっちゃう人いるかなと思ったね。まあ、AD とかすぐ切れるよね。なんかその C もちゃんととね選べるね、 C と迷う人いるかなって思う、 C と迷う人いるかなって思う。次が9番はあこれはまあさっきの C take action ですね、アクションを取るっていう話だから。で次はこのサイエンティストアクティビストのなんか合ってるの組み合わせですね、これだから先に見とかないとめんどくさいね、戻っていかなきゃいけないんで、まあ、答えは B ですけど、まあ、一応切れるけど、あこんなこと言ってないなあの人って、ファーストワールドって表現使ってるじゃん、ヨーロッパとかアメリカとかいう先進国的なことだよね。はい、続いて大問の4ですね。まず最初が、Why do college and universities adopt affirmative action in the 20th century? ですね。
D ですね。Colleges and universities hope to admit students with different ethnic and racial backgrounds ね。そういうふうに、いろんな人種とかね、エスニックバックグラウンドを持った人を入れようっていうのは、これは大学だったりとか、会社ですね。で、行われた、まあまあ今も行われてるとこあったりするんですけど、そういう話なんで、これはね、アメリカについてよく知ってれば簡単なんですけどね。続いて、Based on passage 1, which of the following phrases is not relevant to affirmative action? Affirmative action と関係ないのはどれ? Sovereign division in communities of color. 逆じゃん、C は。白人とか黒人とかがこう分かれるようにする、種をまく、そういう原因を作るところですけど、真逆でしょ。差別をしないようにするのが、目的ですから。続いて、otherwise っていうのが、はい。if not のんですか。これ A はすぐ選べるでしょう。で、次が underline の2ですね。2に当たるものが、もう一個のパッセージのどこに当たるかっていうね。霊障してるかっていうの。まあ、これはアジア人のトピックだから、すぐに、まあ、B、E は選べるでしょう。で、次がまた新たな文章があって、その文章が下線引いてある文のどれを表していますかっていうので、5つの理由があって、その中のどれですかっていうので、これが promote social mobility ですね。こう下から上に上がっていくっていうね、そこの話だって分かってください。だから、インカムとかいう単語だけに引っ張られて、3とか選ばないようにね、注意だね。次、パッセージ1と2の関係性はないか。ほんとなんか、早稲田の理工みたいなね、問題ですけど。いや、だって明らかにこれ、敵視してるものだから、タイトルにも書いてあったじゃんね。オポーネンツって書いてあるから。うん、だから B はすぐ選べる。なんかちょっと、慶応のね、経済みたいな。次はパッセージ2が、なんで反対なのって言ったら、それがさっきも喋りました C ですね。この、アジア人たちがね、入れなくなっちゃうと。いい点数取ってても。で、次は The Challengers っていうのは一体何 ?The use of affirmative action がどう思ってるのか。The affirmative action っていうのがダメだと思ってる側ですか。アジア人たち差別になってるじゃないかっていうものなんで、The unconstitutional ですね。憲法違反だよ。それを racial balancing、バランスをこう、やってるわけですよね。アジア人入れませんみたいにやってるからね。で、パッセージ1の方は賛成してる側だから、affirmative action。だから C ですね。rational decision in support of affirmative action。で、それがちゃんとアファーマティブだって言えるものを、Q の答えになる証拠となるものが ABCD のどれかっていうね、そう、1個前の問題の根拠の文を選んでこうみたいなね、すごいね。まあ、それが legislators とか policy makers とかね、そういうのが入っている D になるっていう問題でした。はい。というね、まあ、いや、やっぱほら、レース、人種っていうのは出やすいけど、日本人が難しいっていう話もしましたからね、やっぱ大変だと思います。はい。かなりレベルの上がったものだと思います。はい、受けた皆さんお疲れ様でした。ぜひ感想を聞かせてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.